取り憑かれた、というべきか。売春婦を強姦し殺し、しかしそれを罪に問われず、何食わぬ顔で暮らしてる、そんな存在は今の、面白い、中では暮らすことができない。明確に特定され糾弾され、あるいは、殺される。今までとの、あるいは最も大きな差か、その狭間にいる歪み。理屈の上では生活できないわけでもない、が試験では無理。そのためには自分が殺した存在と同じような窮乏の中で自利品に耐えねばならない。できるわけないだろう。その時、その存在は生活の手段を失っている。それを自業自得として断罪すべき？そこには今も混沌があり、そしてそこに奇妙に、昭和天皇、その存在の影が重なる。昭和天皇だったら、自分の罪は問われなかったはずだ。もちろんその前に、昭和天皇がそんな罪は犯さないとは思うが。しかし。